はい。皆さん、こんにちは。今日もまたまた変わった GPT 図を皆さんにご紹介したいと思います。今、画面に出てますように、着物姿を描くクリエイターです。何が何と言っても、日本画のような着物姿。そういうものを描きます。ですから、そんな需要がある時に、これを使っていただくと、とっても綺麗な着物美人。 そして着物の男性もそうですし昔ながらの風景そういうのが出てくるようになりますもしすごく近代的なものが出てきたりそういう時はもう少し時代を古く作ってくださいとかそういうようなことも言ってみてくださいじゃあやってみましょう下にスターターがありますのでここでまずは押してみましょうはい着物姿のイラストを制作します どのようなシーンや登場人物背景など詳しい要望を聞かせてくださいキャラクターの顔立ち年齢髪型なども教えてくださいねとそしてまた正方形で書くのか横長で書くのかそしてもし皆さんの情報が足りなかったらですね向こうから聞いてくるかお任せのようにこのクリエイターがちゃんと判断をして書いていくそんな感じになりますじゃあやってみましょう 舞妓ささんんんとお客さんのの席での風景、年齢はは歳、髪は日本髪こんな感じに言います。通常のラリー3であればですねここからもっともっとですね着物姿でどんなんでみたいなことをいろいろ書かないとなかなか思うようにいきませんそしてそれもどんなイラストかなとかいうのもありますがこれは超自然な美人画を描きますので見ててください。 承知しました舞妓さんとお客さんがいる茶席での風景を描きます22歳の舞妓さんが日本髪の髪型でお客さんと一緒にいるシーンを想像していますということで一旦ですねまとめてくれています正方形横長縦長とか言わなかったですよねですからちゃんと聞いてくれていますじゃあここで正方形このように言いましょうはい 頑張って描いていいますどんなんができるかとっても楽しみですよねはいこんな感じに描きました例えばもっと上品な絵を描いてほしいイラストというよりリアルな写真に近いぐらいに描いてほしいような時はそういうようなことも言ってみてくださいはいこんな感じでいいですもっとリアルなテイストで。 おおよくなったでしょうすごくよくなりましたただしですね僕は写真のように書かないようにですね約20%ぐらいアニメタッチも融合してくださいというような形にしていますですから1枚目はもうちょっとイラスト寄りになったということですじゃあ今度は武道の練習の男性30歳ほどということですこれもですね 通常なら男性で武道をやっていると言えばですねこんな日本画にはならないんですけれども必ず日本画的な風景になります。はい。武道の練習としたからです。こういう時ね僕は少し今分かって言ったんですけれども何せ着物姿ということです。武道と言った時に、 剣道のようなイメージがあったんだと思います。着物姿の男性を描きます。30歳ぐらいで武道の練習をしているシーンです。何回も画像サイズを聞いてきますから、今後は正方形で全てよし、こんな感じにしておきましょう。ここに30歳というような、こんな数字を入れてきました。 これ、ダリーの少し悪いとこころです。こういうのを勝手に入れやすいんですよねこんな時は入れないでくださいと画像以外のテキストが入っています背景は武道場でテキストはないこういうふうにしましょうはい こんな感じになりましたね。いいタッチですね。いい感じです。最後に、たくさんの舞妓さんが新年の舞を披露している会を16対9で書いてもらいましょう。おお豪華絢爛って感じですよね。こんな感じでですね、もし皆さんもこういう和柄 そしてちょっと懐かしい風景、着物姿、そういうものを描きたいなと思ったら、この着物姿を描くクリエイター、これを使ってみてください。これ自身は無料で公開をしています。チャット GPT Plus、これに入っている方はぜひとも使ってください。そして今ちょうどチャット GPT Plus が 先日まではあまりにも人気でですね登録を中止していたんですけれども2023年12月15日あたりからですね一気にまた開放をしましてアップグレードができるようになっていますのでこの機会に皆さんも ChatGPT-4 これをですね使ってみていろんな体験をしてみてください今日はご視聴ありがとうございましたまったねー